こんにちは、ティナ&ティム、アメリカ暮らしです。本日はお買い物はその44、インフレ中のケーキ屋さんという話です。ケーキ屋さんの話に入る前にですね、今日は、お孫ちゃんのね、サッカーの試合の日だったので、まずはね、このサッカー会場のところまで今移動しています。場所の方はね、もう何回もご紹介しているところですけれども、ラットビーチというところのすぐですね、そこにある、サッカーコート、これがね、芝生なんですよね。すごいなと思うんですけどね、そんなねところで、サッカーの試合がやっているということなので、こちらの方にね、応援ということで来ております。で、今まで何回もここの場所をご紹介しているんですが、あまり天気がよかったことがないんで、今日はねちょっとこちらの方をご紹介したいということで、この映像をね、見ていただければと思います。非常にいい天気ですよね。さて、今日ね、その孫ちゃんのサッカーはこのプレイサッカーという、こういった団体の、サッカーが、リーグ戦のようなものがあって、これに所属して、いろんなチームとですね、対戦して、サッカーが、上手になっていくという、そんなような内容になってるみたいですね。でね、こちらはね、私がそうですね、20年前こちら来た時も、長男と次男はね、このプレイサッカーという、これ通称 AYSO、 ISO っていうふうに言うような感じですけれども、そういったね、リーグに、所属しておりまして、私もね、随分ね、応援というか、これ送りですよね、送り迎えに行ったことがあります。でね、お孫ちゃんはまだね、小学生なので、こういったね、家の近くでサッカーをするということなんですが、これがね、高校生ぐらいになりますね、とんでもなく遠いところに遠征するということになるんですね。でね、それの送り迎えだけでもね、もうね、土曜日は大変な、行事になってましたね。それはもう私も来たばっかりしてね、この辺の土地勘がないのに、住所だけ言われてそこにね、子どもたちを連れていくという、そんなね、プレイサッカーというね、そういったリーグであります。今ね、ちょうどここ到着しまして、これから応援をして、そして、ね、今終わりましたので、帰っていくという、そんな具合なんですけれども、今日はね、天気がいいんで、このラットビーチでもちょっと撮影したいかなと思ったんですけれども、それがですね、今日はね、お誕生日会ということでね、我が家で、家族呼んでやりますのでね、そのためのね、ケーキをちょっと買いに行かなくちゃいけないんですよ。で、ケーキ屋さんがね、これちょうど帰り道のところにあるので、そちらで買うわけですけれども、結構ね、物が遅く行くとなかったりする可能性があるので、やっぱりね、ちょっとここで時間を潰しというわけにはいかないので、撮影の方はね、ちょっと次回また天気のいい時にすればいいかなということでね、今からそのケーキ屋さんの方に向かうということで、車を走らせております。いつもね、ケーキ屋さんといえば、これガーデナーの方にある、お店に行っているんですが、今日はね、お孫ちゃんの、サッカーの試合が あった場所から、自宅までちょうど中間地点ぐらいにあるね、日本のケーキ屋さん、そちらをね、買いに行くということで、今車を動かしています。今日はね、そのインフレ中のケーキ屋さんというのは、その、これはですね、パティシエシャンテリーっていう、そういうお店ですね。
場所はねサウスゼベイプラザというところにあります。でここはね20年前ここ来た時によく来ていた場所です。っていうのはここはねビデオ屋さん、まあ、レンタルビデオ屋さんがあったんでね、まあ、日本の何かそういった映画が見たいっていうとここへ来て借りますとね、見れたんですよ。その頃はね VHS だったと思うんですけどね、それでねここへよく来ておりました。そしてね、ここはやはり日本のそのお店が多くて、でただねこの20年間の間に随分お店は変わりましたね。そんなわけでね、かなり昔から来てるとこではあるんですが、最近はビデオを借りるなんてことはめったにないので、まあ随分ね来ていなかったところになっています。で、まあ、そこのホームページをね今ちょっとご覧いただいてるんですけれども、なかなかね上品なホームページですよね。そこでね、いろんな、まあ、メニューということで、ケーキの紹介をしているんですけれども、一応ねここにはねお値段は書かれてないんですよね。っていうのはやっぱりねどんどん値上げしてますんでね、まあ、インフレということで、まあ多分ホームページに、値段を書いているとですね大変なんでしょうね。ということでね行ってみないと値段はわからないというんですが、やっぱりね5ドル6ドルと結構値段上がりましたね。まあそれはねもうインフレなんで仕方がないかなと思いますし、まあねそれをね日本円に換算しない方がいいですね。とんでもない値段になっちゃいますので、まあそんなわけでね、今、見ていただいているページはこれ Yelp というねページです。で、ね、やっぱり、こういったお店なんでね買った人がねこれだけたくさんの、まあ写真をね上げてくれているということでね、随分ファンがいるんだろうなというふうに思いますね。まあ、アロガイアはまあそうですね、まあでも5、6回は利用していると思うんですがね、そんなようなね、このねパティシエシャンティリーというそういったお店です。お店自身はね、そんなに広くはなくて、ショーウィンドウにもそんなにねないんですよね。でね買い占めたらいけないかななんて思いながら、ここではいつもモンブランを買ってるんですけどね、まあそんなので、まあモンブラン4つくださいって言ってあと2個しかないかなと思ったら、まあその後にですね中から出てきます、たくさん。やはりね土曜日ということで、まあケーキの需要はねあると思いますから、かなりのねたくさんのケーキは作られてるんじゃないかななんていうふうに思います。まあねやはりインフレとはいえね、ケーキっていうのはね何かお祝い事の時に買うもんですから、おそらく安定の商品じゃないかなとは思うんですがね、ただ経営者の人から見るとねそうも言ってられないかなとは思いますね。まあねなかなかねケーキはケーキ屋さん本当大変だと思います。このインフレの中で本当に大変な思いをされていると思うんですけれどもね、さてねそれで、誕生日会始まりまして、今回はね私はこのパンぐらいしか作ってなくて、あとはね長女夫婦に料理を任せまして、こういったツナとか、牛肉、まあ、そういったものをね作っていただきまして、非常にね素晴らしい誕生日会になりました。このパスタもねわざわざね自家製のパスタ作っていただきまして、でこちらはね私が買いました、モンブランとかそういったものですね。さてこれがインスタ用に撮った、動画なんですがね、まあそんなこんなのインフレ中のケーキ屋さんという話でした。
ではまた。ティナ&ティム、アメリカ暮らしでした。